都石城は、現在の岡山県瀬戸内市屋町、豊原の山頂平野に突き出た、標高100メートルほどの都石山山頂にあった、日本の城。五連角の本城と堀切りを構えた四角の出城で構成される、中世の山城。都石山城、都石家城等とも呼称された。文明年間1480年頃に、備前国守護大の浦上市によって築城したと、 されている。微戦国の中心地、福岡の町や西大寺の町をそれぞれ見据えた重要拠点の一つと言える。この築城の際に、宇喜多直家の祖,祖父である、宇喜多タヒが何らかの形で関わっていたのかは、わからないが、常磐として、宇喜多氏がありするようになったようである。しかし、久家の小義家が隠居し、教科の代となった天文三年に、 同じ浦上主家臣の島村森ザらに、離反の疑いをかけられて責められ、吉家は、自害、強化と、わずかに6歳の幼子だった直家は放浪することとなる。問い史は、島村誠実に協力した、浮っ国定に与えられるが、その後、浦上胸影の下で再興を果たした直家により、永六二年に奪い返され、 弟、浮田春家が上司として入場した、という記録が残る。しかし、それを最後に、歴史の表舞台から、ぱったりと姿を消してしまい、詳細は不明である。現在は、戸石山山頂まで登山道も整備され、本丸跡を含め遺構が残る。石垣跡があるがこれは、江戸時代末期天保年間に、本丸付近に存在した、コンピラ宮の石垣跡であり、 天守などがあったわけではない。登山口そばに、うっきた直江生誕の地の石碑がある。ありがとうございます。